あいの、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルですと。いうことで、今回、柏を残留争いに巻き込みたいということで、まあ、レイソルさんからしたらね、いや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 という感じかもしれませんけど、そう、柏レイソルをね、突からしたら、まあ、残留争いに巻き込んでいきたいみたいなゲームになるんじゃないか。まあ、順位的にもね、遠からず、近からずみたいなところにいます。ただ、この試合勝てばね、上との差が、だいぶ、えー、レイソルとの差とかもそうですけどね、 縮まりますんで、まあ、6ポイントマッチまでは言いませんけども、まあ、4.5ポイントマッチぐらいはね、もしかしたらあるかというところには、えー、なってきます。だから、レイソルからしても、ここはね、耐え時のゲームになるというところですし、トスからしたらね、しっかり勝ってね、えー、ホームでもう一回ね、上を目指していこうというところかもしれません。さあ、えー、じゃあ、この人の見どころやっていきましょうかね。まずこちら、トス、柏レイソルと。 ところでサガン鳥栖、現在勝ち点17、17というところで、まあスね、とで鳥栖は17という数字は、ね、特別な、えー、数字でございますけれども早いところ、ね、上のポイントを目指して上の順位にいってほしいというところですね。でレイトル、えー、勝ち点14、23位というところで最初の方の勢いがね失われつつある。 レイソルというところですね。で、トスはホームでの得点数も1.7なんで、ほんと17がね、好きなクラブですね。アウェーの勝率も1勝1分けなので、1と7が、なんかね、うーん、これあれかな、信じるか信じないか、あなた次第みたいな、えー、何度でもね、なるかなっていうところにもね、なってきますけれどもね。であー、レイソルはホームでの今季の成績3勝3分4敗だから、あれか、まあ、タイガースですね。えー、じゃあ次、えー、わかる人にしかわからんというところですけどね。えー、トス、貯金5試合、1勝4敗 4敗というとこでまで、あ、前回、ね、セレッ戦本当はねあ,あい押し込んだ状態で点を取るのが佐賀ン鳥栖が標榜をしていた、まあ、目指すべき、ね、スタイルだったんじゃないかという感じもしますけどもただ、その押し込んだ状態で点を取ることができなかったとっいうところ、まあ、川合監督が、ね、どう考えるかにもよってきます、まあ、もうちょい積極的にシュート打ってもよかったかなっていう。 ところかな、まあ、もちろん崩し切ってシュートを打つというのがトスのスタイルの一つにはなりますので、おのずとシュート本数自体は減るというところですがで、トスはここからまだ連戦がつ、ね、いていきますね。えー、レイソル戦、マヨ戦、えー、新潟戦というところで、まあ、連戦が、えー、まだまだついていきます。レイソルに関しては連戦、3連戦でここで旦終わるんですけど、トスはだからもうちょい先を見据えた、ねまあ、メンバー構成になるかどうかと。 いうところでしょうまあ、中3日なんで今回に関してはねそんな大きく変更する必要もないかなと思いつつもというところでしょうただ、ここ中3日でも次のマリノス戦が、ね、横浜、神奈川への移動を挟んで中2日なんで周りの線は相当きついというところでその後の新潟戦もって考えればねトースは結構きついですよね、ここからのね、まあ、中3日であればねサッカー選手はなんとか 回復すすると言われてます、まあ、なんでこれじゃあサッカーって2日間最低でも48時間間隔を空けるように FIFA フフから言われてるかっていうともう人間の体サッカー選手の体っていうのは90分間安選手は例えば2日体力の回復に時間がかかる消耗しきった体力を回復するにはやっぱり2日はねかかるっていうのが一つ根拠にはなっていますんでそれが続いていく移動を含めるとね実際は相当きついと いうところなんでちょっとねメンバー構成はここからねもうレイソル戦ぐらいから考えてやった方がいいのかなと思う側面も正直ありますけどもねでレイソルさんもね前半戦特に真ん中ぐらいまでは堅守というところで、ねえー、勝ち点積み上げてきたんですけど直近後試合中4試合で。 複数失点でまあ、失点数だけじゃなくてやっぱこう得点数もねなかなか伸びてこない,5試,試いこ5試合中3試合で無得点というところで前回ね、ね京都戦なんとか最後追いつくことができましたまあ、だからレイソル自体の調子もそんなにえ上がってきておりませんのでま突、あ、からしたら今のうちに えー、勝っておきたい相手じゃないかというところでしょうでこちらでこれが、えー、レイソルの今季の数字にはなってきますだからまあレイソルはね意外と、えー、シュートの本数が3位でチャンス構築率も3位でというところなんで数字自体はねめちゃくちゃいいんですよねレイソルさんねこんだけいい数字を 残しているんですけどもしかし、最近は、ね、この数字が、えー、追いついてきていないというところだからチャンス構築率は3位でシュートの本数も。 3位なんですよねオフェンスに関してもねしっかりこうチャンスを作ることができてるチャンスを作ることができてし実際シュートまでいけているんだけれどもなかなか得点数が伸びてこない成功率は上がってこないというところちょっと細谷選手のゴールがね思ったより上がってきていないというところが1つねまあ、レイソルが苦しくなっている。 要因ななのかなっていう感じがしますでディフェンス面に関しては非シュートの数がね2位で、非チャンス構築も2位でというところで、ね、でも、非シュート成功率が悪いというところまあね、なかなかにやっぱ最後のところに課題を。 え書いてるうかりやすいところですね、チャンスは作る、でも得点が生まれない、ピンチはそんなに少ない、シュートも打たれない、でもなんだかんだなんか失点をしてしまうみたいな、まあ、最後のところの勝負でね、決めきれずで決められているみたいなところなんで、まあ、ちょっとデータ的にはめちゃくちゃ安定している数字を 持っているんですけどもねなかなかこれが難しいところにはなってきます。どんだけねその守備の過程、攻撃の過程が良くても最後のところどうするかがサッカー、ね、大事になってきますんでねであとはだ個人でいうとマテウ・サビオが多いまあマテウ・サビオなんか毎年、ね、ベストシーズンを更新してんじゃないかっていうぐらいいいプレーミスますします、あ、し、ウィングでとね島村選手とかもねいます。だから守備の要選手が今 負傷でいないので、まあ、J2、まあ、山形、山形時代も J2 ナンバーワンのセンターバックと言われていた野田選手が、ね、最近は先発で、えー、出ておりますので、まあ 野田選手ですよねまあ、前回、突戦にいなかった選手でで野田さんはやっぱ高さとか、えー、単純な守備能力も高いんですけどもただやっぱりこう足元のうまさ、いやビューダップ能力ですよね、後ろからしっかりつないでいく中とか、まあ、ある意味、突のねセンターバックに合いそうな足元うまい系のセンターバックには なるんで、まあ、この野田さんをね今後レーソルがどう組み込んでいくかというところでしょうだからまあ序盤の勢い自体は若干そがれている感じのレーソルというところですね。でこちら えーと通算対戦成績及び、ね、過去の対戦結果にはなってきますが実は直近3社へトスは、ね、3分けというところで、ね、トスレースは全部3試へ、えー、この1年半ぐらいは、ね、ずっと引き分けがついているというトスレースにはなりますしこの人は白黒をはっきりつけることができるかどうかというところですね。でこちら でこれが前回領地の先発メンバーにはなってきますと、まあ、スも、ね、だいぶ、えー、怪我人はね復帰してきております、福田さんも帰ってきていますし、中原さんも復帰中というところなんで、まあ、前回、中原さん帰ってきてますんで、まあ、でもいきなり先発でまた使われるかどうかは分かりません、まっ、あ、た復帰してまた再立中、えー、中原さんの今シーズンにはなってますんで、そういうことを考えればやっぱ本人も慎重にもっと、ね、ゲームを。 重ねててきたいと思ってるはずなんで、まあ、先発で使える状態であってもまだまだ様子は見ていくんじゃないか、まあ、こう中断期間まではね先発がなくて中断期間が明けたら先発でみたいな構想はあるかもしれませんであとは堀米さんがやっぱ調子がいいとか、ね、最近丸橋さんがいないダービーでミスしてから丸橋さんがいないみたいなところありますけども、まあ、このメンバー構成はどうするかというところでしょうでレイソルに関しても一応こんな感じの前回メンバーには なりますます、あ、最終ラインはそもそもちょっと人選的にねだいぶ限られてる感じがある、えー、レイスさん、まあ、関根さんがやっぱ今年ね大活躍を見せていますしまあ、トス関連では JA、小山津この辺がねゲームに絡むかどうか、まあね、レイズといば木下選手がね2トップの一角に入ることとかマテス・サビオが2、ね、トップの一角に入る細谷の相方が誰なのかっていうのはちょっと蓋を開けてみないと分からないところは。 ありますけどもねさあ、えー、ねトス相手にどんん本当、ね、柏レイソルは、ね、トス関連の選手が多い、まあ、名前ないだけ三丸さんとかも、ね、いますんでねそういうところでさあこの試合どんなメンバー構成になるかというとこですねでここちらこれがチーム内ランキングというところで、えー、トスの最多得点者マルセルヒアン2番手に長沼さんと。 いうところで、レイソル、高さがある吉さんと2番手にマーテルサビューというところで、細谷さんもね、なかなか得点が伸びてこないですよね。この間、久しぶりにゴール決めてましたけど、まあ2点ねしか今シーズンは取れていない、まあサイドバックのジエゴとかと同じ数字はちょっと寂しいなっていうところで、ウィングの島村さんですね、昨年までロアッソにいた島村さん、まあ、個人打開能力が高いんですけどね、ただやっぱりね、杉山さんとかね、あとは誰だっけ 坂本さんとか高橋さんとかね、えー、ロアスを引っ張ったあのメンツがなかなか J1 で活躍できず、今も J2 でやってることを考えれば、やっぱ熊本のサッカーって特殊性が強くてね、なかなかね、チーム変われば、スタイル変われば活躍できない選手がいる中で島村さんしっかり結果を残していますので、ね、さすがだなという感じもしますね。で、こちら、これが90分間換算の平均率にはなってきます。一応、こんな感じの数字と。 いうとこですよねまあだからレイソルに関してはねエリア内侵入回数は1位なんですよね、えー、ペナルティエリア侵入回数1位3 0ルライン侵入回数は9位なんで全然、この数字は。 悪くないし、まあむしろとエリア内でのプレイ時間とか回数が多いというのほんとちょっと意外な数字、僕も改めてレースの数字をね調べたら、ね、意外な数字が結構並んでいて、ね、シュートの本数も多いしねでもじゃあ枠内の数が少ないかちょっと別にこうね悪くないしねエリア内は、まあ、逆に言うとエリア内まで侵入しているからこそシュートの本数が。 多いのかな？ちゅうところあります。まほんと数字はねめちゃくちゃいいレースなんですけど、だからどっかきっかけでね。使え、また変わるんじゃないかっていうところはありますけどね。で、こちら。 ではこ注目選手は突如、福田選手ですね帰ってきた福田選手にはなってきます今季、怪我もありましたけれども、ね、11試合8先発で2ゴール決めておりますね、まあ、本当ねこの選手がいるだけでチームはねボールが回りますしでしっかり90分間走ってくれますんでね、まあ、先発かどうかわかりませんただ、前回手塚さんがオンゴール決めてしまっちゃったんで、ね、その関連で福田さんが先発に帰ってくる可能性は十分あると。 いうとことでやっぱ高い得取れてねヘディングがつ本当左サイドのジエゴですね右のクロスにねサイドバックジエゴが中へ飛び込んでくるみたいなこれ当たり前のパターンになってますまあ十九シェツーゴールワンアシストまあ僕もトス時代のジエゴはねはっきりと覚えてますけどねまあジエゴをねどう抑えるかどう抑えるかサイドバックなんでねまずポジショニングの確認ですねジエゴがどこにいるかどうかとかしっかりこう多分ジエゴ選手はサイドバックの選手なんでトスの選手守備陣の背後から こうねスッと飛び込んでくる、まあ、視界から消えたところから飛び込んでいくるみたいなところがあると思いますんでね、ねしっかり自衛隊のポジショニングを確認するというところはねゴール前でもね、えー、特に右からのクロスに自衛が見たところは十分考えられますんで、しっかり押さえてほしいというところですね。と、はいうことで、こんばんはです、ジョパルンテ、ゆるサッカー展のごめんなしたよかった、チャンネルマス。その